だ名つけた人もすげえ。そうそう、小林だから、小林あるでよくないみたいな、なんかそういう。そんなになる。何なんですか、連れ去られるって何？次元の裂け目みたいなものが。ああ、それに吸い込まれるんだ。僕もなんかたまにあります。寝てたら足元に鎌持った。バッシャールってわかりますか？宇宙人が、なんかワクワクすることやりましょうみたいなことをメッセージくれてる宇宙人がいて、それをあのシャネリングしている。何情報量が多すぎる。宇宙人がおせっかいなやつがいてですね、はいはいはい、それがあの地球人にメッセージをくれてるんですよ。ははで、それを、受け取っているイタコさんのようなアメリカ人がいてですね、そのアメリカ人がダリランカって言うんですけど、はい、まあ、そのバシャールという宇宙人のことが好きで、まあ、本がたくさん出てるんですよ。へー、おせっかいな宇宙人なんですね。そうそうそう、僕もおせっかいなもんですから、それを、これいいよって言ってたくさんの人に勧めていたら、僕小林だもんだから、小林シャールってあだ名がついたんですね。あだ名つけた人もすげえ、お前バシャールみたいだなってなります。でも小林だから小林シャールでよくないみたいな、なんかそういう。なる。それをいいことに、はい、講演活動とかいろんな案件が来るようになりました。そんなバシャール引きあんだ。そうそうそう、まあまあ有名なんですよね。あ、そうなんですね。で、そうこう知るうちに僕もですね、まあ、こんなことやりだして10年経ってるんですけど、はい、一応コバシャールという名前で、はい、講演活動だとか仕事するようになりましてですね、もともとはあの会社経営でデザイン会社をやってたんですけども、今はそれ全くやらずに、今は環境に優しいものを取り扱うショップやってます。で、一応宇宙の法則とかもそういううさんくさいことやってまして、宇宙人が僕のことですね、連れ去られ系なんですよ。経営者がいてていいことなのかよく分からないんですけども。何回か連れ去られたんですか？何回も行ってる感じなんですけど、宇宙人に連れ去られてるやつだねっていうふうに認識されているんですよ。バシャールに直接こうそういったことを聞いたら、ちゃんと、それに対しての回答もあったので。あ、バシャールに会ったことあるんですか？ダリルアンカーを通じて、質疑応答ができるんですよ。あ、窓口ですもんね。窓口がロサンゼルスにいるん で、でそこで、僕を連れて行った人間は誰かとか、いうことを聞いたらちゃんとこう答えてくれるので。誰だったんですか？ヤイエルという文明なんですけど。ヤイエル？ヤイエル。何製ですか？ヤイエル製なんでしょうね。オープンコンタクトのための準備で連れて行ってると。オープンコンタクトって何ですか？オープンコンタクトっていうのがですね、来たるべき、そうそう、来たるべき宇宙人たちがこう公式に降りてくると。頼みますよ、来たら。でそのための準備で、僕のことを連れて行ってるっていう、まあ、その一人なんだろうなっていうことだったんですけども、まあ、そういう感じでこう一応セルフプランニングにはなりますけど、まあ、それで YouTube やっていてですね、だらだら長くやってるだけで、まあ、一応この業界ではちょっとだけこう認知があるんですけど、ただまあこのままね、ぬくぬくやってちゃいけないなと思って。いや、いいんじゃないですか、ね、そんな宇宙人と交信できたり連れ去られたりして、 YouTube の発信とか悩む必要ないじゃないですか。もう誰よりもいい人生ですよ。いやそうですね、ただなんとなくね、せっかく皆さんいらっしゃるから、なんかディスられたいなと思ってですね。なんでディスる？なんでそのスピリチュアルとか。いや、僕ね、スピリチュアルと本当に言ってる人は何も思わないですよ。僕も一瞬占い師とかやってたんで、そういうジャンルがあるのはあるんだろうなと思って、別に嫌いじゃないんだよな。別に宗教とかスピリチュアルとかと揶揄されるようなことあるじゃないですか、僕なんかね、嫌いそうに見えるんですけど、全然へえみたいな感じです。きつい一言をもらえたら、なんかきつい一言、目を覚ませみたいな。そうそうそう、何言ってんの。まあ、目覚ましたらだってもう退屈でしょうに。そうです、その宇宙人との楽しい時間が終わっちゃうわけだから。そうですね、いいじゃないですか、それで。まあまあ、キャラクター的には地に足をつけて経営してる方なので、まあ、ちゃんと経営は会社は回してるんですけども、でもまあキャラ的にそういうふうにみんなが認知してくれてるので、はい、まあ、このノリでやってますけど、いいんじゃないですか、まあ、連れ去られた時の話とか出してます？あ、そう、出してます。それはみんな何て言うんですか？何なんですか連れ去られるって。いきなりどういうふうに連れ去られるんですか？多いのは明け方とか、そのうつらつらしてる時なんかに来るんですけど、来て何、手引っ張ってくるんですか？部屋に入ってくる。最初は、次元の裂け目みたいなものがこう上に来てですね、こう裂け目が三角形、それに吸い込まれるんだ。僕もなんかたまにあります、ね、金縛りですけど、僕は
寝てたら足元に鎌持ったおばあちゃんみたいな人がいて、体が動かない、それを自分が上から見ててバッて起きたんです。はぁ、金縛りだったと思ったら手がお化けの形になってた。その準備がちゃんと整えられてた。整ってた。危なかったですね。危なかったと僕のあのアブダクションみたいなものもそうなんですけど、やっぱ同じですね。結構こうギリギリで、あ、これ死ぬやつだみたいな感じありますね。わかる。もうだってこうなってました。三角形の布があったりして。ありましたね、多分。なんか不思議な感じ。もう三輪さんが目の前にいる。いやいや、宇宙人の方が珍しいでしょ。絶対に。それは。スピリチュアルなこと詳しくないですよ。そういう。そんなに好きでもなくて、宇宙人が来るからしょうがないみたいな感じ。いやいや。いやいやでもないですけど、まあ来るならしょうがないなみたいな感じ。ああ、詳しくないです、全然。皆さんとこうお会いできるタイミングがあるということで本読んでたんですよ、怪獣の、はいはい、怪獣人間の手なずけ方、はい、であれ読んで、昨日の箕輪さんのこう立ち回りを見て、うん、朝やっぱりいけねえみたいな、なんかそういうこう、うん、レスポンスを聞いて、うん、一番の怪獣人間この人じゃんと思ってそうっすかね、いやいやすごいな、言われんだよ、結局そうなっちゃったのかもしれないっすね。あのタイトルが怪獣人間箕輪浩介の取扱説明書ってことですよね。つもりもないですけどねそこに無自覚でもいけないなって気がしますね。でもめちゃめちゃ面白いですよ、なんかみんなに勧めたい。宇宙人って本読めるんですか？いや、読めると思いますね。え、渡してくださいよ。すぐじゃめちゃめちゃ売れると思う推薦文もらってきてほしい。お付きのやつがいるので、そう、そのアメリカの人に言っといてください、ちょっと本読んでほしいって。それ嬉しいな、宇宙人が読んでくれて、ね、宇宙人わかるかな、ちょっと生活習慣が違いますもんね。チェックはしてると思いますよ。チェックしてるんですか？あ、来たる時に向けてそういう話題の本とか読んでんのか、本読まなくてもそもそも彼らが好きなその価値観に合う人ってもうまんま箕輪さんみたいな人ですよ。え、今度紹介してください。むちゃくちゃ、まずむちゃくちゃみたいな。こう強いんですか、物理的に。喧嘩になった宇宙人と会って、あのちょっと気に入らないなってなって喧嘩になったら殺されます。強いですか？むしろこっち勝ってますなんかそれ結構重要な気がして、その前情報として、うん、まあ、それは多分そんな争い事には多分ならないと思うんですけど。 なんでですか？平和主義者なの、多分立ち向かってもなんか簡単にやられそうです。弱いってことですか？いやいや、あの、あっちが強い、眠らされておりかなと思って。眠らされんのまともに戦いないと思います。そっか、だから力がどっちが強いとかっていうことでもないんですよ。そうそう、ファッて眠らされる。もうそれで終わりですか？あ、それは多分強いな。だから低姿勢で行った方がいいです。そうそうそう、まあ、バシャルで言ったら、うん、井上さんみたいな人を推奨してる感じ。嬉しい。もう縛られずに生きていけと。あ、そういう発想なんだ。だから自主的にその主体性を持った、もう周りの常識に流されるんじゃなくて、生きたいように生きていける。オープンコンタクトが起こった時にはすごい僕にとっては都合がいい世の中になるんですね。もうまさにそれこそ箕輪さんみたいな人が増えないとそういう時期が来ない、逆に言えば。ああ、宇宙人がオープンコンタクトしようとはまだ思ってくれないってこと。そうそうそう、箕輪さんみたいな、あの自由な人たちが増えることがその時期をこう早める、一番重要な要素ですね。へえ、なるほど。だから宇宙人もチェックしてて、箕輪いいぞいいぞと、もっとやれと。そうそうそう、もしちょっとお前頑張ってお前みたいなやつ増やしたらオープンコンタクトするぞって。そうそうそう、そういう感じ、そういう感じです本当に。しかも眠らされんのやだな。まあその辺はあの連れていかれると基本あの記憶が飛びやすいんですよ、うん、あの消毒をされるので。消毒、地球上にあって、うん、UFO に持ち込んではいけない菌があるので、それの消毒をするので。菌持ち込んじゃいけないんだ。そう、持ち込んじゃいけないやつがあるので。その菌を消毒されると忘れちゃう。そう、あの同時に記憶が飛びます。あ、で中には僕みたいに飛びにくいやつがいるんですけど。ああ、じゃあもしかしたら連れてかれて覚えてないだけってこともある。だから連れて行かれてるタイプだと思います。マジっすか？僕らが伝えてることの中にもっと自分の魂に従った生き方したらどうですかっていうことを言うわけですよ、うん、でもう魂がこう惹かれるままにこう行動したらどうか、うんうん、でその誰かがこうだからとか家がどうだとかそんなことじゃなくて、うん、そういう言い方したらどうですかって言葉で言うのは簡単なんだけど、うん、
でも地で生きてる人はまんまそれをこう背中で伝えてるから。でもそれ宇宙人のおかげですよね多分。いや、宇宙人がなんか入れてくれたかもしれないですよね。チップは入ってるかもしれないですね。嬉しい、お礼言っといてくださいまだお礼言えてなかった。でもちゃんと聞こえてますから。あ、大丈夫、聞いてんだいいねとコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録のこのベルマークもしてね。 DM ライサラでは主に環境に優しい商品を取り扱っています。ウェブサイトからの注文も可能です。よろしくお願いします。バイバーイ。